バスコダガマ級フリゲート。バスコダガマ級フリゲートは、ポルトガル海軍のフリゲート。メコ200型フリゲートの設計を採用しており、メコ 200PN 型として、ドイツにおいて建造された。1991年から3隻が収益している。1960年代から1970年代に、かけてのポルトガルの植民地戦争に対応するため、同国海軍は、 比較的簡素な装備の小型フリゲートや、揚陸艦を大量に建造していた。1960年代には、アメリカ海軍の d l 級をモデルにしたアルミランテ、ペレイラ・ダシルワ級や、フランス海軍のコマンダン・リビエル級をモデルにした、ジョアン・ベーロ級といった、型フリゲートも建造されてはいたものの、植民地戦争の戦費負担や、1974年のカーネーション革命を受けた。 植民地一生独立に伴う経済混乱などを受けて装備の更新や改修工事などは実現せず実質的には漁業監視などに充当するのが精一杯の状態となっていた。1976年に北大西洋条約機構、NATO に加盟すると NATO の水準まで艦隊を近代化する必要が生じた。これを受けて1980年代初頭には フリゲートの国産化が検討されるようになったものの、これも同様の経済的課題に直面することとなった。1982年には、オランダ海軍のコルテノール旧フリゲートの巡動警官3隻の建造が計画された。これは、ナトー諸国のコンソーシアムからの資金援助を受けて、一番艦はオランダで、残り2隻はポルトガル国内で建造する予定とされていた。 しかし1984年8月、この計画はキャンセルされた。その後、スペインからの提案が帰却された後、西ドイツのブロームーンとフォス社が輸出用に開発したメコ200型フリゲートが訴状に乗せられることになった。同型は1980年代後半からのトルコ海軍の運用開始によってナト o に導入されており、すでに コストパフォーマンスの優秀さで知られていた。1986年7月25日、3隻の建造契約が締結された。建造費用の40%は、NATO 諸国のコンソーシアム、アメリカ合衆国、カナダ、西ドイツ、ノルウェー、オランダからの援助によって賄われており、この援助がなければ、実現は困難であったと言われている。上記の経緯より、本級は、 メコ200型の設計を採用しており、中央線動型や V 字型煙突、モジュール化などの特徴がある。またフォークランド紛争の戦訓などを反映して、ステルス性や高換性の向上を図ったメコモッド e コンセプトの初適用感となった。メコモッド e では、各種配管や配線の設計を見直して、シースキマーなどに対する高換性を強化し、 艦内区画の独立性を高めて冗長性を確保するとともに、通用区画には、高張力光とケブラーなどのアラミド繊維を貼り合わせた LWSP 装甲が導入されている。船体、上部構造物はいずれも構成とされており、船体は12個の水密区画に区分されている。レーダー反射断面積低減のため、外壁には7度の傾斜が付されているほか、 煙突からの赤外線を抑制する措置も講じられている。手機は、マトゥー 12V1163TB83、ディーゼルエンジン、短期出力4420馬力と、ゼネラルエレクトリック LM2500 から30、ガスタービンエンジン、短期出力3万馬力2機ずつを、コドック方式に配して2軸の可変ピッチプロペラを駆動する構成とされた。 漂白状態から2分で32ノットの最大線速に達することができる。なお本級はフィンスタビライザーを備えており、20ノット高層時のローリングの90%を抑制できるとされている。電源としては、マトゥ 8V396TP53 ディーゼルエンジンを原動機とする発電機4セットが搭載されており、合計出力は2 4 8 0トを、 確保した。ストコス戦術情報処理装置を搭載し、リンク11に対応する。またサイコム200統合通信システム及び、MNS-2000 広報システムを備えている。全艦が、インマルサット B 衛星通信装置を搭載しているが、軍用衛星に接続するためのスコット -3、衛星通信装置は1セットしかなく、3隻が適宜に、交代で搭載している。 なお本級は、機関設備を備えている。レーダーとしては、対空捜作用の DA-08、3時、元式の MW-08、広零用の1 0 0千7型を搭載した。また、ソナーとしては S S、SQS-510 を、ハルドームに収容して搭載したほか、将来的に栄光ソナーを、追加装備する余地が確保されている。 煙突直後の上部構造物上には、シースパロー、RIM-7M、P 股間防空ミサイルの MK-29 モッ d -18 連装ミサイル発射機が設置されている。また SM のための VLS への換装も可能と、されている。股間防空ミサイルと艦砲の射撃式のため、環境上と煙突直前に、スター180下機管制レーダーが1機ずつ備えられている。 艦砲としては55口径 100mm 単装速射砲エ m リー6 8キャダムを搭載した。これはメコ型フリゲートとしては唯一の採用例である。また格納庫上にはファランクス20マシュダブリュスも設置されている。この CIWS は魚雷と共にアメリカから提供された。計画段階では先導艦万前端部に C ゼニス25マシュダブリスを 搭載する案も化、これは実現せず、頭部には必要に応じて 20mm 基準を設置することとなっている。対戦兵器としては、艦中部量限に324立方ミリメートル連装単魚雷発射艦 m k 3 2 m o d 5を備えており、m k 4 6 m o d 5単魚雷を発射できる。また、艦対艦ミサイルとしては、 ハープンブロック1バイトの4連装発射等2機を環境直後の上部構造物上に搭載する。本級はポルトガル海軍発の航空機搭載艦艇である。格納庫は中型ヘリコプター2機を収容できるスペースが確保されているが、実際の搭載機はスーパーリンクス MK95 紹介ヘリコプター1機とされている。 本級の運用は3年周期とされており、18ヶ月の即応配備、3ヶ月の訓練期間及び6ヶ月の修繕期間からなっている。ヨーロッパ諸国の海軍の中でも比較的小規模なポルトガル海軍において、本級はオランダ海軍の退役艦を取得したカレルドールマン級フリーゲートと共に最有力の戦闘艦の一つである。NATO、即応部隊にしばしば加わっており、 また、ソマリア沖の海賊に対する派遣任務も経験している。なお、収益20年目となる2011年より、古艦防空ミサイルの SM への換装などの近代化改装が計画されており、より長期にわたって運用は継続される予定である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。